初めてじゃないし、あなたのスーツに入ったりしても絶対に訴えないって約束するなら、どうぞ好きにして。訴えたりしませんよ。一応ここから結構わかりやすい、この建物の端っこぐらいからこう勝手に戻されるんですけど、そこにファーガソン先生を置いて掴みながら戻される力を働かせたい。戻される力が、ちょっと待って、これ新しい技じゃないこれ。ひらめいた。ファーガソン先生が進化しちゃった。怖い、やめてくれ。やめろファーガソン、近づいてくるな。くっそ、新しいファーガソンマンじゃないかこれ。近づいてくるな、呪いだ。呪いじゃねえかこれ。ほらファーガソン先生が新しい技使い出した。一応抱えてるっていう設定みたいなので、ほら左手がなんか抱えてる設定みたいだよこれ。スタンド能力じゃん。どっちがスタンドかは分からんけど、どっちがスタンドかは分からんわ。かっこいいな。なんかどうしたらいい、置いてみる。あ、置くとつまんないっすね。置かない方がいいですね。お前武器じゃねえんだから。ひらめいた。なんか雑やねお前、武器になっちゃったよこれ。武器、ファーガソン先生武器みたいになっちゃった。すげえブルンブルン振るじゃん。武器みたいになってきた。あら嬉しいわ。消えてよスパイダーギャング。今はスパイダー行中。怪力すぎるだろ、いくらスパイダーマンとはいえ。あ、ごめん。武器じゃないんだから。トグロ兄弟みたいになってきてるわ。トグロ兄弟の何、何、あ、姉と弟みたいな。全然、兄がね、確か攻撃、あの、武器になれたはずだな。このまま、じゃあ、ちょっと、お送りしてみましょうか。ファーガソン先生の。まあ、普通になるだけだと思いますけどね。普通だわ。これ、ダメですね。ああ、ファーガソン先生いないとデッドスポット越えられないか。あそこ乗りてえな。
うん、あそこに立ってデッドスポット越えられる気がするんだよな。ダメか。くそ、あそこの陸目指してえな。くそ、難しいな。自由全心志，跨步上，云上我要去写。バグの光源。バグの世界に最高。あ！これ難しいな。惜しいな。でも行けるのは分かった。憑傲氣自我寫我一生的詩情共我生痴流汗血尽赤心。お、これでデッドスポット抜けれる説。普通にファーガソン先生の力を借りれば。頼む、俺をデッドスポットの向こう側に連れてってくれ。なんかめっちゃよろしいことされた後みたいになってると信じられない。そういう仕事です。行けます。バイバイファーガソン先生。糸の最大長さってあんのかな。糸長えな、おい。無限かな。テクノブ